お疲れ様です。庶民なんだです。暑いね。今日は8月27日土曜日、今ね8時ぐらいです。気温は28度ぐらいあるみたいですね。もうちょっとね早く起きて走ろうと思ったんですけど、まあ起きれないんですよね。私はね起きれません、はい、で今ですねすでにもう練習中なんです。その練習メニューがですねこんな感じです。ガーミンコネクトのワークアウトを作りました。1キロのですね、インターバルなんですけども、あのペースをサブ4よりもちょい早、サブ4ペースよりもちょい早ですね。5分20から5分ぐらい、まあ、4分50ぐらいまで、要は私の行き地に届かないペースにとどめて、1キロをですねたくさん走ろうということです。ちょっとこれやるの初めてなんで何本走れるのかとか分かんないんですけど、それはこの暑いタイミングなんで、そのぶっ続けね5キロをこのペースで走るとかよりも、まあ、分割できるっていうことでね身体的こう楽なのかなというふうに思ってるんですけど、どうですかね。はい、で今ねレスト中なんですよね、はい、走り終わってでレストがあと15秒ぐらいになります。今ちょうどね3本終わったところですね。はい、まあ、3本はねちょっと予想よりも意外と速いペースなんですけど、まあまあ設定内ですということでね、あと5秒、4、はい、次の1キロでいきます。1キロ終わりました。この1キロは 5分ぴったりぐらいですね。はあ、やばい、今4本終わったんですね。まあ、暑いんで行き地走とかやってもね前回みたいなことになっちゃうんで、今日は、ね、ちょっとこういう風にしてみたんですけど、きついものはきつい、はあ、あのこれね、まあ、当然こんな練習初めてで、軽めのインターバルってなんだって感じなんですけどね、はあ、どんな効果があるかとかはさっぱりわかりません。まあ、ただきついことは確か、結構きつい。心拍数もね多分160後半ぐらいまで上がっちゃってるのかもしれないですね、もしかしたら。ちょっとねこの4本がキロ5ぐらいできてるんで、もう少し遅くてもいいですね。ちょっと落とそうかな。はい、ということで行ってきます。あと200、はあ、暑い。5本目終わりました。いやーきついなこれ。すでに心拍数がね170超えてるんですよね。楽じゃねえ。心拍数でいう行き地を超えちゃってるんでね、それはきついか。まあとりあえず5回はこなせました。あと2回、あと2回やろう。はい、ということで、あと2回。最低あと2回頑張ります。いやー、参ったな。やばい。ちょっとこれやばいね。ダメだ。6本かな今、何本だ、分かんねえよ。最低あと2本、あと2本頑張ります、2本。今日この2本ってことは、この1本やっちゃえばね、次ラストっていうことでもうどうでもよくなるんで、この1本頑張る。もっとね、この練習楽かなと思ったんですけど、そんなことない。結構きついです。よろしければぜひやってみてください。バカになんないや。はい、ということで、行ってきます。
次はラスト1本、ラスト1本にします。8本ですね、多分8本かな。10本はちょっと今日無理、暑いしね、甘くなかったです。頑張ってるんですけどね、今までね走ってきた5キロとか10キロのペースから考えるとこんな楽勝なはずなんですけど、そう頭ではねこんなペースどってことないって思ってるんですよね。なんですけど体がついてこない、なんかそのジレンマでもう本当イライラしますね。いけないはずないんですけどね。今日でね復帰後2週間なんですけどね、まあこれが現実だよね。くそ、遅めでいい、遅めで、きっちり走ろう。2あと200、あと100、お疲れ様です。まあ今日は練習はこんな感じです。今日でコロナのね自宅療養から丸2週間経過なんですけども、ちょっと2週間じゃ戻ってないってことですね。スピードはともかくで、その持久力というか、持久力じゃねえな、こう心拍上がるのが早すぎるんですよね。まあなんでスタミナか、持久力っていうかスタミナですね。それがね全く戻ってないですね。まあ持久力もなんですけど、スロージョグやっててねすぐ心拍上がっちゃって、ね、目標心拍数すぐ超えちゃうんで、やっぱ影響でかいですね。まあその暑さへのね耐性っていう意味もあるのかもしれない、まあ多分にあるんですけど、まあ、それも含めて戻ってないですね。まあでもね戻ってないと言ってもね、今日結構追い込んだんで心拍数結構上がってるので、高い時間っていうかですね、高い時間っていうのは全部合計、今日の練習合計したらそこそこの長さになるはずなんで、まあ、練習の意図としては達成できてるんじゃないかなと思います。きつさはねもっと楽だと思ってた。いやー、いったな、本当全然戻んないなところですかね。でね、今日はちょっとね、まあ相変わらずの寝坊をして暑い時間帯から走ってたんですけど、ちなみに今はねこんな感じでもう曇ってて涼しいです。私が走る時間だけ暑いっていうね、本当あるあるなんですよねこれ。うん、明日はね最高26度っていうことで、最高気温ですら今より涼しいんですよね。で朝とかね22、3度で走れるんで、明日はねその気温を利用して LSD ねやろうと思います。しっかり週1回のね LSD はもうこれはずっと続けていきたいので、これからちょっとレースシーズンになるにつれメニューが変わるのかもしれませんけど、週1のね LSD っていうのはしっかりやっていきたいなというふうには思ってます。明日頑張ろう。はい、涼しいとは言わないですけど、だいぶ以前よりピークよりは涼しい時間が増えてきたなというのを感じています。皆様の地域はどうでしょうか。ちょうどなんか8月の上旬、その私自宅療養している時にピークが来て、そこから徐々に下がっているような気がするんですよね。うん、なので少しずつ走りやすくなっていくんで、その気温が下がるにつれて私のタイムもそこそこ上がっていってですね、以前に戻ったのか戻った効果なのか、気温が下がった効果なのかがわからないままふわっとこれから行っていくんじゃないかなという気がしております。まあ、今日はそんな感じかなということでですね、今日は1キロの、まあ、サブ4ペースの1キロのインターバルっていうですね、まあインターバルかね、軽めのインターバルって言っていいんでしょうか、レースペースのインターバルと言っていいんでしょうか、それを8本ほど、やりました。まあ、とにかく皆様ね、怪我だけはね気をつけましょうね、お互い。うん、私もね怪我じゃないんでね、怪我をしてないっていうのはね、やっぱスロージョグメインの練習なんで、まあ、怪我するほど追い込んでないっていうのが、まあ、ポイントなのかもしれませんが、はい、皆さん怪我せずに頑張りましょうね。はい、そういうことで、本日は以上になります。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼します。